結構大きめの車を買った。子供ら&ワンコとのお出かけや両親の介護、夫の趣味も兼ねて。すると近所の奥さんがニコニコと近寄ってきて、子供同士が同級生なだけで全く親しくない。やったー、これで助かるわー。意味がわからないので何がですか？と聞き返したら、これでうちも気兼ねなく大きな買い物できるし、緊急の際も助かるからさ、二家族全部乗れるよね、と当然のように言われた。朝ちゃんの、なんで出す？バリに聞き返してから、しっかりとお断りした。ごく普通に、いやいや、関係ないじゃないですか、と。すると、その奥さん。なんで？ B さんや C さんのご家族とはお出かけしてたよね、と切れたので。B さんと C さんはお友達ですから、と返事した。そうしたら、その奥さん、パッと周りを振り向いて、大きな声で。ねえ、聞いた？この人、友達だけをエコひいきするんだって。自分の友達だけ車に乗せて、それ以外はダメなんだって。と勝ち誇ったように言った。学校のイベントの準備で、父兄が集まってる場での出来事でした。聞いていた他の皆さん、きょとんとしたり笑ったり。そりゃそうでしょ。友達と他人は違うよ。とか言ってた。しかし、問題の奥さんは、それって差別じゃない？縁あってここにこうしているんだから、同じようにすべき。友達だからって優遇するのおかしいでしょ。と食い下がる。他の人も私も、エコひいきとか差別じゃなく、普段から親しくしている友達なら信頼できるっていうだけ。お互い助け合ってるし。あなたはそうじゃないの？と聞くと、自分は、そんな友情差別はしない。と正論のように大声で言ってた。博愛精神がない。ってさ、衝撃だったわ。そんな考えの人もいるんだね。キリストか。その後、その奥さんの考えに、何人かの奥さんが同調した。以降、その数人のグループでいつも行動しているようなんだけど、同調した奥さんたちは、みんな、かなりの問題児のお母さん方で、お子さんだけでなく、お母さんもちょっとやばい。という感じで、自業自得で孤立しまくっていた。その人らにくっつかれて、近所の奥さんは、すごく困っている様子。ぜひとも博愛精神を見せていただきたい。